はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで今回からですね、ロストインザブックウィズスティーチ真夏の海と宇宙船の実況始めさせていただこうかなと思います。もうめっちゃ楽しみにしておりました。まあガチャはね、あのような結果になってしまったんですけれどもまあ見てない方はぜひご覧いただきまして、リリアのガチャでストーリーの方もね、満を持して飲みようかなと思っております。はい、お迎えはセベちゃんのバルキャンですね。ねえセベ、あ、ちなみに今回バルキャンみたいに、ストーリーとバトルのイベントということで、それもちょっと楽しみではありますね。はい、バルキャンっぽいよね。うん、そうそうそう、貝殻を集めつつの、あ、多分タイプがね、バトルのタイプもいろいろ変わるんだろうね。ありがとうございます貝殻。でも結構ね溜まってるんだ貝殻あ、はい、マブも可愛いですね。まあらすじを見ると、なんかツイステッドワンダーランドじゃなくて、なんか急にどっかに飛ばされたみたいな感じだった気がするので、はい、とりあえず1話の、行ったことない場所にから始めさせて、あ、図書室ですね。うん、誰から始まるんだろう、楽しみ。リリーちゃまかな。あ、フロイド、フロイドからでした。うん、あ、なんかを探しているみたいですね。アズールもいるんだ。あら、飽きないで。ちょっと何を探してるのかしら。あ、目的の本、え、それがもしかしてロストインザブックですか。ちょっと怖い顔しないでフロイド、怖い顔しないで。うん、アズナ押し付けちゃったんだかわいそうジェイドあ、リリーちゃま急に来る。まあリリーちゃまといえばこの登場の仕方ですかアズールびっくりしてる。うやっほー本当にね、他のナイトレイヴンカレッジ生もいるけれどもね確かにごもっともです。うん、うんうん、あ、気候分を探して、へえ、気候分ってなんだろうあ、そうだね、ね、旅行行くのかな。うんうん、あ、そっかそっか、そうだよね、帰るのかな。なあ、なるほど。え、もしかして奥田の3人で行くのね。え、楽しそうだよね。あ、視察かあ、なるほど勉強熱心ですね。それとも飽きないのことについてかな。うん、あ、そうだったんだ。あ、そっか、麓の本屋さんに行ったのかな。あ、なんかそういうのってなんか図書室にはなさそうですけれどもね。あ、実録ツイステッドワンダーランド散歩楽しそう私もその本欲しいんだが。うん、あ、ないんだてっきり旅行好きのねリリアだったら持ってるかなって思ったら持ってなかったです。うん、うん、うん、そうだよね、旅好きだもんねリリちゃまね。うん、あ、そうなんだ。お、誰かな、あ、もしかしてイベント組、あ、グーリタン、あ、私もワイカン特製もいたのかな。あ、どうも、こんにちは。あ、皆さんお揃いで、あ、みんないる、ちょっと、わー、ハーツの2人と、あとジャックまでいるじゃん。いやー、珍しい組み合わせですね。あ、どうも。あ、これは絶対に2人、2人を見たから、ゲーって言ったんでしょう。うん。あ、ちょっと金魚ちゃんのこと言って、犬猿の中ですね。やっぱり、ねえ、でも私は終わった。はい、フロイドとリドルが遭遇したところで、みんなが揃ったところで、終わりましたね。はい、次が、それに、何やらという2話、なんか怪しげですね。え、これで全員イベント組揃ったかな。フロイドとリリアと、エースもいるし、リドルもいるよね。あ、全員揃っている感じですね。うんうん。うん。あ、読書感想、1年生らしい。高校生らしい。うん。
あ、なるほど。だから、あ、リドルも一緒だったんだ。そうだね。宿題はなるべくね、やりたくないもんね。ありがとうございます。なあ、私でもわかる本あります？いや、なんて言ったって私活字嫌いだからさ。漫画しか読んでこなかったから。 あ、見た覚えはないですか？ツイステッドワンダーランド散歩で読書感想文書こうとしてやがる、もしかして。 あ、そっか、二人バスケ部じゃん。ちょっとだからフランクな感じ。あー、好き。あ、奇跡の国に、へえ。え、そうなんだ。あ、ニッポラが？あ、そうなんだ。じゃあちょっと、ねえ、一緒にバケーションしようぜってね。あ、そうだね。ジャック、奇跡の国出身ですもんね。ああ、そう、避暑地ですって。じゃあみんなで行こっか。へえ、あら、兄弟、弟たちと、あ、妹たちと。この笑顔見て、ちょっと、いいお兄ちゃんなんだから、もうジャック・ハールくんったら、ほんとそういうとこ好き。もう一生その笑顔見せて。次は？あ、マレ、あ、そうだね。一緒に連れてってあげて。そうだね。あ、キャンプだって、意外。あ、びっくりしてる。 確かにね、全然アウトドア派じゃないしね。あ、意外。しかもお母様のおすすめだって。ああ、なるほどね。あ、そういう。 キャンプじゃないじゃん。 ごもっとも、ごもっともっぽらです。 いやー、でも、ここからね、どういう風な感じで、ねえ、スティッチと出会うのかってすごく楽しみ。楽しそうだよね。すっごいワクワクしちゃう、今。あ、そっか、あ、グリタンは？あ、そっか、いいじゃん。Y 監督生がいるよ。じゃあどっか行く？一緒に。ねえ。あ、おっとおっとっと。あ、なんだ、光ってるよ。あ、もしかしてそれが Lost in the Book ってやつ？え、どれどれ？あ、これか。なんかおしゃれ。重そう。これが実録？ツイステッドワンダーランド散歩ですか？あ、違う。違うやつだったみたいです。タイトル、あ、なんか怪しいですね。これが Lost in the Book ですか？とりあえず開けてみる？鏡。なんか気になりますね。あ、これタイトル回収ですね。すごい気になるということは、なんか、魔力。怪しくない？大丈夫？怪我だけはしないでね。本当だね。いやー、好奇心旺盛。開ける？どうする？あー、近い。かわいい。あ、仲良し。好き。はい、ということで、おお、大丈夫か？あ、魔力が、ああ、膨大な魔力が、ああ、溢れてきたのか？あ、大丈夫？ああ、眩しいね、確かに。あ、キラキラ、眩しい。 目がいかれる。 あれ？あ、いなくなっちゃったんじゃない？あ、いないよね。あ、本の中に吸い込まれちゃった？大丈夫？これは？わあ、素敵。なんか、うわー、魔法って感じ。おお、開いたじゃん。なんて書いて、何も書いてない。あ、でも、あ、島だ。あ、なん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 と、これはなんという形。おお、大丈夫。おお、これが宇宙船ですか。あ、これが噂の宇宙船なんですか。ああ、すごい。タイトル画面。ロストインザブック。ウィズスティッチ。真夏の海と宇宙船。いやー、ちょっと二人の言い方素敵。あ、一緒に言うんだってね。別々に言うんだって。はい、一章終わりましたね。さっき次のから、隕あ、ジ石。ャック。予想外いのや、こジとャばかッりをク、ちょっと、言うな。あ、大丈夫、そんなあらわにしちゃって、上半身、大丈夫。よだれ出ちゃうよ、私が。
はい、ということで次2章の1話ですね。サクサク進みます。でもなんだかんだで結構長めかな。目の前にあるのって、を見ていこうかなと思います。あ、波の音、何が起こったんだろう、私も知りません怖いですね。あ、目が覚めた、大丈夫、みんないるかな、バラバラなのかな、大丈夫、みんないますか、テンコ取ります、大丈夫ですか、あ、1、2、3って言ってください、どうかな、あ、誰もいなそうなんですけど、大丈夫、誰もいない、ちょっと寂しいんですけど、グリタンいた、あ、かわいい、グリタンかわいい、アロハシャツ着てるじゃん、あ、みんなもいたもうすでにすでに着替えております。ねえ、ほんとびっくり、ていうかジャーク素敵、あー素敵、いや、この3人の並びやば、うん、あ、聞き覚えのある、いやー、ほんとだね、眩しいな、もうみんながまぶしい、あ、みんなお披露目、あ、お披露目だ、かわいい、グリタングラサンしちゃって、もうほんとよく似合うね。あ、これみんなお披露目みたいな感じですね。あ、全員分やるのかな。うわー、すごい、なんかちょっとあの昭和のセレブ感富豪感がします軽井沢にいそうっていうなやつだ。あ、ジャックだ、もうほんとジャックさ、見えてるよ、もろもろが、大丈夫だ大丈夫、ちょっとジャックハウルくん、うわー、ジャックハウルくんの復帰興奮しちゃう。あ、マブですね、マブの、あららら、本当にチャラをチャラいですね、もう肩にフルーツ乗っけちゃって、肩っていうか脇っていうかねあ、リドル、リドルおへそ見えてるよ、ちょっともう本当にもうバーカンスっていう感じなんだから。あとは SSR の2人ですね、フロイドですね。いやー、なんか立ち絵だとまた雰囲気変わりますね。あ、こんなフラミンゴの柄だったんだかっこいい、あら、かっこいいこと、いや、すごいヤクザって感じリリちゃま、あ、リリちゃまかわいい、いや、やっぱ立ち絵ってちょっと違いますね、雰囲気がね、カラフルですね、すごいかわいい、めちゃくちゃ似合ってる。あ、どうした、あ確かに急にこの格好ね、見せつけられたらびっくりしちゃうよね。ねえ、ほんと、でも本当にみんな似合ってる、もうずっとそのままでいてほしい。ちょっと、マブ褒めてくれるの嬉しい、ちょっとだ、ちょっと、Y 監督生どんな格好してるんだろう、楽しみ、うん確かにごもっともって感じ。でも私的にはそのままの腹筋が見え見えのジャックハウルくんが見せつけてるジャックハウルくんが好きなんですけれども確かにそうだよね、このグラさんがなんかそういう雰囲気醸し出してるよね、なんかうさんくささをねティアドロップってやつですかこれ、うん、うんうんうん、すごい可愛い、もう本当にもう絵をもう言われる可愛さすごい、本当にもうこんな可愛い存在いていいのかっていうぐらいの、ほんとアグリタンも可愛いね、本当に可愛いもう万人がね認めざるを得ないよね、このチャラさいや、ちょっとチャラいよ、うん本当にね、バーカンスって感じ。あ、そうなんだ、 Y 監督生もこの、あ、アロハシャツなんだ、いやー素敵、ありがとう、うん、いや本当にね、いや、お着替えタイム設けてくれよっていう、そこも映してくれよっていう感じだったんですけれども、確かにね、ねえ、いきなりなんか図書室にいたのに、いきなりこんなね、南国のバーカンスっていう感じのね、いや、素敵な場所に飛ばされたもんだ。みんなでとりあえず海入っちゃうアロハシャツ着ながら入っちゃうねえ、あ、見覚えあるよね。うんうん。本物の海。あ、そっか。まごうことなき海だそうです。うん。あ、そうだね、確かにヤシの木っぽいですもんね。うん、ツイステッドワンダーランドではない、あ、ツイステッドワンダーランドじゃないと、ナイトレイブンカレッジの近いとこではないっていうことですよね。うん、うん、確かにね、いきなりなんか、あ、眩しいってなって、
ねえ、なんか鳥羽さんね、いなくなっちゃったからびっくりしちゃって僕図書室からいなくなっちゃうもんだから。うん、本当だよね。私もスマホ画面見て眩しいって思っちゃったうん、あーそうなんだ。あーやっぱりね、あの本なんかすごい怪しかったもんね。うん、うん、そうだね。でここでなんでスティッチがどこ、まだスティッチが、あ終わりましたねスティッチは現れなかったですね。でまあとりあえずはみんなの置き替え、あちょっと待って、あこれ、あどっちか、あアズール、ジャック、あずどっちどっちどっち、あジャックだ、あジャック、あのじゃ素敵なジャック、いやー素敵、かっこいい、いい笑顔、えこれ本当に R ですか、えめっちゃかっこいいんですけど、え好き、あセリフ、近くで磯の匂いがする、島は島でも賢者の島ではなさそうだ、俺たちは図書室にいたはずだが、いや本当だよね、本当にさいきなりこんなね素敵なねバカンスに誘われても私のテンションも上がっちゃうよっていう感じで、あはい、R の子たちは、イベントストーリークリアで配布ですね、ありがとうございます、まあ、絶対もらえるはずですストーリーはね全部見るので、はい、ということで、とりあえず今日ここまでにしておきましょうかね。みんなの素敵な姿も拝めましたし、とりあえずあのジャックは、仮でお迎えもできましたし、またあの2章の2話以降は、まあ、何話まであるか分かんないんですけれども、2話以降は、次回見ていこうかなと思いますので、皆様もお時間がある時にご一緒いただければ幸いです。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うっぽまつです。